ウォルター・ロス・チャイルド動物学博物館。ウォルター・ロス・チャイルド動物学博物館は、イングランドのハートフォード・シャートリングにある、動物学博物館、ロンドン自然史博物館の文館であると同時に、同博物館の鳥類学部門の本拠地である。鳥類学の研究施設としては、世界でも有数であり、海外からの研究者の来訪も多い、鳥類、哺乳類、 爬虫類の白製標本コレクションと昆虫標本コレクションの質の高さで有名。当博物館はもともと2代ロスチャイルド男爵ライオネルウォルター・ロスチャイルドの施設博物館であった。ウォルター・ロスチャイルドは有名な実業家一族に生まれながら幼少の頃から博物学に大きな興味を持っていた。7歳の時すでに将来は博物館を作ると両親に宣言し、 10歳の頃には、中庭の小屋を埋め尽くすほどの標本を収集して、その小屋を彼の最初の博物館とした。創設者、ダイオネル・ウォルター・ロス・チャイルド・ロス・チャイルドが21歳になった時、父である初代ロス・チャイルド男爵、ナサニエル・ロス・チャイルドは、誕生日、プレゼントとして、彼らのカントリーハウスである、トリング・パークにある領地の一部を息子に分け与えた。そこには二棟の建物が建てられた。 一棟はその時すでに膨大な数になっていた。大量の昆虫標本コレクションと書籍類を収めるために使われ、もう一方は管理人の住居とされた。ほどなくして、さらに大きな建物が、ロスチャイルドの剥製標本を展示するために建てられた。これが、トーオルターロスチャイルド動物学博物館の始まりである。この博物館は1892年の8月に一般に公開されたが、 その時、ロスチャイルド本人はすでに祖父が設立した金融機関に勤務していたため、博物館の責任者として改めて二人のキュレーターが置かれた。その二人、エルンスト・ハータートとカール・ヨルダンの最初の仕事は、ロスチャイルドが集めた膨大なコレクションを整理することだった。彼らの就任時には、すでに4000点を超える鳥類、哺乳類の標本が展示されていただけでなく、 研究用標本として4万点以上の潮類狩り白製標本や50万点以上の昆虫標本が存在した。この途方もない量に対処し、かつ図書館と公開展示のためにより大きな空間を用意するため、博物館の建増しが1908年から1912年まで行われた。その頃までに地族が経営する金融機関を退職していたロスチャイルドは、 研究と展示の公開に没頭していた。父の後を継いで2代、ロスチャイルド男爵となったウォルター・ロスチャイルドが1937年に亡くなると遺言によりその時博物館が所蔵していた。コレクションのすべてが博物館ごと、大英博物館表記会に依存された。この博物館は、大英自然史博物館の一部として組み込まれ、大英博物館から、 大英自然史博物館が独立して、ロンドン自然史博物館となった後も、その一部として機能している。1970年代になると、ここは、ロンドン自然史博物館の鳥類部門の本拠地となる、ことが決定した。そのため、もともと、ロンドン自然史博物館の所蔵であった多くの鳥類、関連標本と、書籍も、ロンドンから移送されてこの博物館に置かれることとなり、 コレクションの総数はまた増大した。2007年4月には、正式名称が変更され、ザ・ナチュラルヒストリー・ミュージアム・アット・トリングとなっている。日本語でのこれに対応する故障はまだ定着していないが、あえて訳すとすれば、ロンドン自然史博物館・トリング館となる。ただし、本家のロンドン自然史博物館でさえ日本語では、未だに、大英博物館と言及されることが多いことを、 考えると、日本語での名称が実際に変更されるのにはしばらく、時間がかかる可能性がある。ロスチャイルドの死亡時に残されたコレクションのリストは以下のようなものだった。これは、もちろん決して少ない数ではなく、特に個人の収集品であることを考えると、驚くべき量である。しかし、ロスチャイルドは亡くなる5年前の1932年に、 彼の鳥類り剥製の大部分をニューヨークのアメリカ自然史博物館に売却している。つまり、ロスチャイルドが収集した標本の総数はこれより、はるかに多いものだった。彼が売却した鳥類コレクションは、現在もアメリカ自然史博物館に所蔵されている。ロスチャイルド以降の研究者、博物館関係者の絶え間ない努力により、現在では、 蝶類標本コレクションは115万点に上る。この総数は現在も少しずつ増加中である。液芯標本1万7000点の液芯標本が、編成アルコール80%溶液に保存されて、収蔵されており、場合によっては解剖も可能なように、内部機関も一緒に体全体が保存されている。標本の最古のものは1760年代から1770年代に、 かけて行われたジェームズ・クックの探検によってもたらされたものである。骨格標本骨格標本は1万5000点あるが、組み立て骨格はその中のほんの一部である。多くは分離骨格の状態で箱に入れられ、厳重に保管された標本棚に収められている。仮白製標本仮白製標本は70万点に、上り、チャールズ・ダーウィンのガラパゴス諸島業やクックの探検で、 得られたものも含まれる。温度湿度を厳重に管理された光の差さない標本棚に保管されているため、その羽毛は生きていた時と変わらない色彩を半永久的に残している。その他コレクションには上記の他に40万組の乱獲標本や4000点の巣も含まれる。大海ガラスの標本ロスチャイルドは数多くの標本の中から 最良の状態のものを選択し、それを保存するために最良の剥製技師を招いた。その結果、彼の博物館の展示はその時代のどこで見られるものよりも素晴らしいものとなった。そのため、この博物館の展示は19世紀の剥製技術の見本ともなっている。現在展示中の数多くの珍しい標本の中には、 絶滅鳥類、絶滅哺乳類の標本も含まれ、クワッカ、フクロウオカミ、オオガラスの白製標本、モアやドードーの復元標本などがある。クワッカの標本は非常に希少であり、全世界に16体しか残っていない。また、世界中の家畜犬のコレクションは一時期ロンドン、自然史博物館に展示されていたものが、第二次世界大戦後に、 ここに再移転されたものだが、家畜犬が人為選択的な繁殖を経て、どのようにその姿を変え、いかにして、ロシアやメキシコの小さな愛岩犬から、有名な競争用グレーハウンドにわたる多様な形態を持つようになったかを示す興味深い展示である。館内には8つの展示室と2つの店舗がある。ギャラリー1鳥類、大型食肉類、霊長類などが展示されている。 イギリス原産の鳥類からカメルーン産のゴリラまで幅広い動物たちが背の高い木製ケースに入れて展示されている。それらのケースの上には像と二頭のサイが置かれている。ギャラリーに特別展示室であり、年に3回展示を変更する。標本の一部はロンドン自然史博物館からこの特別展示のために一時的に移送される。展示の多くは実際に触ることが可能である。 ミュージアムショップお土産や記念品だけでなく、鉱物標本や自然史関係書籍など博物館に関係した数々の品を販売している。昆虫標本、魚類標本展示ギャラリー3はに甲殻類、魚類、昆虫、大型哺乳類、海生無脊椎動物を展示。ギャラリー1の会場にあるため、回廊上のギャラリーの真ん中には1階の展示ケース上に置かれた1頭の像と2頭の才の 白星がそびえ立っている。展示棚を開くと、昆虫やその他の節足動物標本がずらりと並んでおり、その中には骨董品として売られていた服を着せられたのみの標本もある。ギャラリー4爆炸色場シマウマ悪化など、この部屋は木ズメ類を中心として展示されている。ロスチャイルドが特に愛したことで有名なシマウマは、 人類時代に入ってから絶滅したものを含む知られているすべての種の標本が展示されており、同じくさいも現存する五種すべてが揃っているディスカバリールーム児童をはじめとする幅広い年代層に対し動物学への興味を呼び起こすために作られた標本を実際に手に取って観察することのできる双方向型展示が行われている部屋である虫眼鏡を使って化石を調べたり、 どんな動物か同定するために、皮膚や殻に触って判断することもできる。ロスチャイルドルームビクトリア朝時代の研究室を再現した部屋である。キュレーターのエルンスト・ハータートとカール・ヨルダンの略歴や、ロスチャイルドの肖像画も掲示されている。生前は、トリングパークで飼育されていたヒクイドリとゾウガメの標本も展示されている。この部屋のゾウガメは1812年に、 ガラパゴス諸島から連れて来られたガラパゴスゾウガメであり、1915年にロスチャイルドに生きたままプレゼントされたが、その2年後に亡くなったものである。ギャラリー後、カモシカウシシカヤギ、カバイノシシ類などタマヒズメ類を中心に展示されている。数多くのシカ類、カモシカ類についても大型コレクションが保管されており、その種文化の様子を垣間見ることができる。また、 絶滅に瀕しているオカビや野生種は一度絶滅したヨーロッパバイソンの標本も見ることができる。ギャラリー6両生類、コウモリ、英国の哺乳類、早鳥類、爬虫類、小型哺乳類、有体類、炭鉱類を展示。ロスチャイルドのお気に入りの動物である、早鳥類と有体類の展示があるのがこの部屋である。この部屋のジャイアントモアの復元は、実物を元にした骨格の上に、 他の早朝類の羽毛を使った外皮を被せて作られている。また、前述の家畜犬の展示があるのも、この部屋である。ゼブラカフェこの博物館のカフェ。ゼブラカフェは、ロスチャイルドがシマウマをお気に入りにしていたことをその、名称の由来としており、無害馬車を引く調教されたシマウマの写真が飾ってある。ロスチャイルドは、通常の馬以外にシマウマを飼いならして、馬車馬としており、 しばしば島馬に引かせた馬車で街中を乗り回したり、駅に乗り付けたりしていた。彼はまた島馬と馬の雑誌をも作り、生み出された小馬は、現在も展示の一つとなっている。トリング市中の案内板もより駅は、トリング駅だが、駅と市街は 3km ほど離れている。バスタクシーが駅と市街を結ぶが、ラッシュアワー以外の時間帯では、本数は低減するため、博物館へのアクセスは、 自動車の方が便利である。博物館には無料専用駐車場があり、仮にそこが満車でも博物館周辺の街中に数カ所ある代替駐車場を利用することができる。駅がこんなに離れた場所にある理由として、動物園で飼育されている動物たちが列車の通過によって驚かされることを両種のロスチャイルド卿が望まなかったためである。 という説明が博物館職員などによりなされることがある。しかし鉄道が開通したのは1830年代である一方、ロスチャイルド家がビクトリア女王に男爵位を与えられトリングを領地としたのは1847年であるため、これは真実ではない。ありがとうございます。